はい、それでは谷川さん。はい。はい、11月14日、はい、スーパービッグバンですね。はい。こちら、カードがこう、ほぼほぼ決まったということで。そうですね。はい。注目のカード、ちょっとこれ、ご紹介していただければなと思うんですけども、お願いできますか。はい。11月14日、スーパービッグバン、横浜武道館で、はい、今年 K1 も5月にやった場所ですね。はい、すごい大きい会場なんですけど、第1部のメインイベントが、松下大輝選手対ジョージ選手の、スーパーウェルター級王座決定戦です、ね。あ、王座決定戦なんですね。はい、そうですね。はい、前回8月29日 の, ビッグバン39で、後楽園ホールでやった大会でドローだったんで、うん、はい、それの完全決着という形で。はい、これ3度目の対戦ということ、はい、そうですね。1回目はもうかなり前なんですけど、クラッシュで松下選手が KO 勝ちしてる、うん。で、2回目はこの前やって、ドローだったんで、この3回目の決着戦という形で。うん、なるほど、はい。どうですか、そのジョージさん、なんか最近谷山ジムの、はい、大和のところに移籍されたりとか。あ、そうですね、はい、はい。結構お年齢的には上の方ですけど、まだまだじゃ続けていく感じなんですかね。そうですね、まあもう僕も何回もスパーリングやったことはあるんですけど、まあ結構この前まで 何年間かちょっと足のなんか靭帯を痛めて試合できてなかったん でこの前久々に復帰戦ということでドローだったんで、今結構気合入ってるみたいです。うん、もう次はバッチリ勝つってこの前も言ってたんでね。この前の前回の試合の引き分けをなんかこう盛り返したというか、はい、底力出す感じでしたね。そうですね。3ラウンド目にジョイさんが盛り返してドローにしたって感じだったんで、うん、もう どうなんですかね。次はもう、もちろん松下選手もさらに気合入れてくると思うし、ジョイさんも何としてもベルト取りたいと思うんで、うん、めっちゃ気合入れてくると思う。すごい人になるかなと思います。うん、そうですね、はい。やっぱ引き分けだった以上実力は白昼してますからね。そうですね。はい。だからまあ若い松下さんからしたらね、はい、ちょっと倒しておかないといけない相手と言えるでしょう、はっきり言って。まあちょっとやっぱ松下選手有利なのは多分、まあ変わんないと思うんですけど、まあでもそれを多分覆す勢いで、まあこの前もドローだったんで、でもう一ラウンドだったらむしろジョージさんが勝ってたんじゃないかなっていう感じだったと思う。うんうん、で次はあれですね、タイトルマッチだから延長戦もあるんで、なるほど、はい、だから長期戦に持ち込むとジョイさん有利になってくるんじゃないかなと。ああ、でもそうですね、はい、延長がある以上こう完全決着感がこうより濃くなりますね。そうですね、はい、でやっぱジョイさんの戦い方やっぱ圧力があるから、うん、どんどん相手も疲れてくるんで、はい、消耗させる戦い方だと思うんで、うん、長期戦になればジョイさん有利になりますね。で次の試合が、その前の試合ですね、第9試合がすごい注目の試合ですね。フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンの竹内健一選手対、稲垣玲選手、はい、はい、これは僕めちゃくちゃ楽しみですね。うん、これは竹内選手は、まあ、前々からチャンピオンでいらっしゃるんですけども、はい、新鋭ですよね、はい、稲垣選手、はいはい、稲垣選手強いって聞いてたんですけど、この前8月29日のビッグバン見た時にちょっともう一番衝撃受けちゃって、亀本選手ってすごいプレスの強い選手に KO 勝ちで、もう1ラウンドからダウンって3ラウンド目に仕留めても圧倒して勝ってたんで、いや、もうこの選手マジで強いなって、しかもまだ若いし、まだ戦績も4戦とか5戦なんで、で今全勝してて、いや、まあ全勝してるだけあるなと。この選手は多分これからも勝ち続けるんだろうなと思った試合だったんで、だ竹内選手は もちろん強いんですけど、ビッグバンで何回も試合出て、ライジンでも勝ってるし、まあベテランではないですけど、かなりやってる選手なんで。年齢の割には試合数多いですよね。はい、そうですね。で、今年まだチャンピオンになったばっかなんで、竹内選手もまだ今年の3月にチャンピオンベルト取って、めちゃくちゃ喜んでたんで、ビッグバンチャンピオン。もう維持してほしい気持ちもありますし、稲垣選手にもなんかこれからどんどん上行ってほしいなって気持ちもあるし、すごい、ちょっとこの試合めちゃくちゃ楽しみですね。だから個人的にはちょっと、稲垣選手のあの強さを見ちゃうと、ちょっと有利なのかなとは思いますね。はい、ただどうですか、キャリアで言うと9倍ぐらい差があるんですよ。ああ、そうですね。竹内さん36戦で4戦だから、はいはい、そのキャリアの差っていうのはどういうところに出ますか？その粘られそうじゃないですか。そうですね、粘りそうですけども、稲垣選手うまいし、なんか、経験もなんか兼ね備えてるような戦い方を、
はい、この前の、まあ僕も生で見たのはこの前の1試合だけなんですけど、うん、いや、相当強いな、この子っていう、はい。同じ階級じゃなくてよかったなと思ったくらい。結構強いですよ。はい、やっぱあれなんですかね、もうお子さんが2人いるから人生経験がもうなんか豊富なんですかね。そうですよね。だって23歳で子供2人いるって。すごい、なんか逆に僕は好感持てちゃって、しっかりしてんだなと思って。背負ってる大きさがなんかもしかしたら出てくるのかもしれない。そうですね。あと、なんか、ツイッターとかで見たら、ベンチも100キロ上げる。あのね、細く見えますけどね。フェザー級で100キロ上げるって、異常ですからね。すごいです。やっぱそれが、こう、落ち着きだとかパワーとかに繋がってくる要素なんですかね。そうですね。いや、でもすごい。多分持ってるものも相当すごいと思うんですけど。じゃあ、あれですね、キック好きな方は、もちろんこの試合もそうですけど、はい、今後の稲垣選手はかなりこう注目選手ってことですよね、はい。そうですね、ちょっと稲垣選手は本当注目してた方がいいと思いますね。これから多分、フラッシュ、K1 とか、まあ、K1 でも多分チャンピオンになれるぐらいの逸材かもしれないんで、はい、で、その、この前ですね、その前の試合が、第8試合ですね、山際和樹対大工和樹。和樹対です。これ、はい、これもやっぱりその、山際さんの方がベテランで。山際はもう僕と同じも、谷山島の同期で、うん、もう本当ベテランですね。山際も50戦以上試合もしてるし、うん、今やっぱ4連敗中でちょっと勢いは、まあ今ちょっとないとは思うんですけど、まあ、これが復帰戦で、相当気合い入れて練習してるんで、うん、頑張ってほしいなっていう。はい。これもやっぱりその、対戦相手の、どっちかというと、新人とは言わないですけども、うん、まだまだキャリアは浅いんですが、ですね、でも、大工和樹選手強いですね、はい。はい。この前のあの、K1 横浜アリーナの大会でも、はい、リザオファイトで KO を勝ちしてて、うん、あと、無敗ですね、うん。無敗っていうのはやっぱ、まあ、怖さ知らずっていうことで、もう、負け知らずだからもう、もう勢いに乗っちゃってるじゃないですか。もう怖さも何もないと思うんで。で、やっぱパンチも強いし、見たら。相当、はい、復帰戦だけど、全然もう、侮れない相手ですね。これ山際さん、甘やかされない感じがすごいですね。そうですね。まあやっぱ強敵続いてますよね。まあでもやっぱそういうレベルに来ちゃってるんで、まあそういう選手、まあ一応、まあ実績で言えばやっぱり、まあ格下にはなると思うんですよ、大工選手。だからまあやっぱやらざるを得ないのかなっていう、はい、ただまあ格下だとは全然思っちゃいけない相手だと思います、ね、うん、いや強いと思います、無敗ですからね、はい、そうですね、無敗はやっぱすごいですね、逆に、はい、山際さんからしたら勝ったら弾みがつく相手ですよね、そうですね、勝って当たり前って感じじゃないから、だからこそ勝ってこう、はい、しっかりと連敗を止めるっていう、はい、もう勝ったらまあまた K1 のもう本当に本戦レベルのトーナメントだったら本戦レベルの選手ってことになると思うんで、うん、はい、じゃあ、第2部、いきます、はい。これちょっと説明してほしいんですけど、はい、同じ日に第1部、第2部のイベントがあるんだけれども、はい、お客さんは入れ替わる感じなんですか？あ、そうですね。チケットはもう第1部で買った人は第1部しか見れないですね、うんうんうん。で、第2部のチケット買った人は第2部しか見れないんですけど、うん、同日に同じ、同じというか、大会を2個やるっていう感じです。うんうん、そのコロナの影響でお客さんのあれが難しい感じですか？そうなんですよね。もう半分も入れられないってことで、うん、横浜武道館って。だからやっぱ、1000人ちょっとしか入れられないじゃないですかね。うん、まあ、でも両方チケット買えば両方見れるの、はい、そうですね。両方買っていただけるともちろん。はい。ただ、第1部が午後の1時から、うん、第2部は夕方5時からの感じですね。わ、うん、はい、かりました、はい。じゃあ第2部の注目する。第2部いきます。第2部注目は、OA のビッグバンヘビー級王者の実方浩介選手対J ネットワークヘビー級チャンピオンの坂本選手ですね。うん、過去に一度対戦されてると。そうですね。うん、4年前に1回戦ってて、うん、その時は、坂本選手は KO 勝ちしてます、ね、うんうん、これも、でも、この4年で実方選手は、はい、かなり強くなってるんで、そうですね。はい、K1 でも勝って、うん、はい。実方さんもやっぱりビッグバンでタイトル取って、そうですね。で、その後、ライジン出たり、K1 出たりと、かなりね、今の注目選手になってきてそうですね、ヘビー級で注目選手になってきてると思うんで、まあ、ここでまた勝って勢いに乗ってほしいですね、はい、もう第2部のメインなんで、うん、本当のメインというか、はい、そうですね、もうでもこれは最後の試合なんで、
もう KO を期待せざるを得ないですよね。そうですね。ヘビー級だし、もう最後、リング壊してもらってもいい。最後の試合だから。特別問題。ヘビー級だし。ロープがちぎれたんだけどね。はい、そうですね。もうちょっと 大暴れしてほしいですね。お互いに。はい。はい、で、はい、その前の試合がですね、はい、ライト級王座決定戦。うん、僕、この試合がちょっと一番楽しみなんですよ。はい、スーパービッグマンで。たくま選手対大岩達也選手。うん、大岩達也選手は多分結構もう知ってる人多いと思うんですけど、うんうん、もうタケルの盟友というか、うんうん、はい、クレストン戦、もうクレストンの代表的な選手で、まあ、クラッシュでもタイトルマッチ何回もやったことあるし、うんうん、まあ、本当に、まあ、トップ選手の一人だなっていう。で、今回ビッグバンのライト級の王座決定戦なんで 61.23 キロなんですよね、はい、だからもう全然1キロぐらい増えても全然問題ないということで、はい、大岩選手が出てくれることになりました。ビッグバン初参戦ですね。で、相手は、たくま選手。うん、まあ、僕も何回もスパーリングやったことある選手で、ビッグバン39でも、平沢選手に圧倒して、うん、はい、判定勝ちだったんで、もうたくま選手 もう強いのを分かってるし、まあ、大岩選手ももちろん強いの僕は分かってるんで、いや、めちゃくちゃ楽しみだな。うん、めっちゃ、なんかレベルの高い打ち合いになりそうだな。うん、二人ともパンチの打ち合いが得意なんで、すごい楽しみですね。このライト級タイトルマッチでは過去最高のレベルじゃないかっていう話もあったんですけど。そうですね。もう過去最高レベルですね、今までの。あと、深志選手対浩二選手も前あったんで、うん、それもレベルすごい高かったですね。うん、深志選手は僅差で判定勝ちだったんですけど、うん、やっぱその試合も、まあ、浩二選手も、そのもう1、2年後にはバーンとやっぱ有名になったんで、はい、もうすごいレベル高かったですね。それを上回るかもしれない。そうですね。それを上回るようなレベルになる試合になるかもしれない、ね。でも、基本本戦でやっててもおかしくないような感じですよ。いや、本当そうですね。はい。本当にそのぐらいのレベルだと思うんで、はい。多分、たくま選手知らない人ももしかしたらいると思うんで、うん、ちょっとこれから注目してほしいですね。はい。で、その前の試合がですね、宮崎優希選手対龍斗選手。これもすごい注目ですね。はい。宮崎選手はビッグワンでも俊太さんとタイトルマッチやったことある選手で、龍斗選手も竹内選手に今年本当僅差で判定負けしちゃったんですけども、タイトルマッチやったことある選手なんで、めっちゃレベルの高い試合になると思います。宮崎さんもベテランですよね。そうですね。もう他団体でもチャンピオンになってるし、結構もう本当経験豊かなんで楽しみです。あとエキシビジョンマッチで木戸康弘選手対マイク・ジョー選手。マイク・ジョー選手、はい、これもエキシビジョンマッチなんですよ、今回は。木戸さんはそうなんですよね、ちょっと結婚式を控えてる人が結婚式直後ということで、ちょっとすいません、結婚式直後でちょっと、はい、試合は調整が、うん、あと、まあ、マイク・ジョー選手となかなか相手が見つからなかった、マイク・ジョー選手も、うん、ちょっと今回エキシビジョンになっちゃったんですけど。いや、これ怖いと思います。マイク・ジョーさんね、エキシビジョンって言って聞いていながら仕掛けてくるかもしれない。はい。まあ、木戸さん相手だから本気で来るかもしれないです。ちょっと、めちゃくちゃ楽しみなエキシビジョンマッチだ。いや、K1 でもやってもおかしくない。僕は全然おかしくないです。はい。で、逆になんかエキシビジョンだと、木戸さんも木戸さんらしさ展開出してくるかもしれないです。はいはい、はい、だからまあ、2分2ラウンドぐらいでやると思うんですけど、うん、めっちゃ楽しみですね。うん、注目しててください。はい。はい。じゃあ、11月14日は、ビッグバン、はい、横浜武道館にぜひお越しください。ありがとうございます。はい。チケット購入情報ですとか、現時点で決まってるカードとかは、動画の概要欄に書いてありますので、はい、はい、お願いします。そこもご覧いただければ。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。